由来がもしかしたら度胸試しなんじゃないかってことなんで、一人ずつ行ってみようか。うん、なんかちょっと頭痛がする。なんか急に気配があって、あ、びっくりした。どうも、MTV です。本日、ビビリ神社に来てます。ここは函館市でも指折り屈指の心霊スポットになってます。大きな岩があって、帰りにその岩を見ると災いが降りかかるという噂。今、まだ鳥居くぐってないんですけど、車でちょっと来たらこの岩があったので、もしかしたらこれなのかなっていうことで、まあ一旦ここに泊まって今オープニングを撮ってます。で、ここでの噂が、狐に化かされる、生首が飛んでる、犬の幽霊が出る、老婆の霊が現れる、車に手形がつくなど、いくつもの噂があると。ちなみに、ビビリ神社っていう名前の由来は未だ不明とのことです。ってことで、じゃあ早速検証していきます。レッツゴー！ MTV。 あれってさ、なんか触ると呪われるとか、で帰りに事故に遭うとか、結構情報にはあったよね。どうなんだろうね、それが本当かどうかは分かんないけど、うん、あ、後ろなんだこれ、木みたいなのがあるね。集めてただ立てかけてるって感じだね。ここの敷地自体が少し広いじゃん、うん、なんかさっきのなんだ、書いてる記事とか見ると、岩の大きい岩のとこに神社があったのかなっていう感じだから、もしかしてここに神社があったのか。でもそれはないのかな、鳥居があっちにあるから。そうだね、あっちが本殿だもんね。まあ作り直してあっちになってるだけかもしれない。あ、もともと小さい神社でここにあったのをあっちに建て替えたっていう可能性ならありそうだね。たまたまほら犬の声じゃね。狐に化かされる、生首が飛んでる、犬の幽霊が出る、犬の幽霊が出る、犬の幽霊が出る。野犬が多いって言ってたっけ。なんか野犬も出るって、本当だ。なんかワンじゃないけど叫び声、犬の叫び声みたいな、でも聞こえる。思いっきり鳴いてるね、うん、しかもこの先にその鳥居があるんだよね。ちょっと犬の声もするんで大丈夫かわからないけど、まあ上がって様子見ようと思います、はい、もうちょいか、うん、じゃあ今到着しました。じゃあこのまま鳥くぐって進んでいきます、はい、失礼します。周りは森だね、うん、完全に。なんかあるね。あ、鳥居だ。もう一つの鳥居か。うん。うわー、階段があって鳥居が何個か連なってるわ。ライト？じゃないか。誰かいるかと思った。あそこに大きい石あるか。なさそうだけど。上の方行くのか。うん。岩ある。これ違うかな。あ、確かにこれも岩だね。大きい岩って言われればそうだよね。え？こっちにも岩がある。うわ。何今？え？ワンって聞こえなかった？なんていうか香りがしちゃったんじゃないの。うん、どっから。なんか子犬みたいな声だよね。あの大人成犬のなんかワンっていう強い声じゃなくて、高い高い、すごい高い。びっくりした。何、あっち小屋、そっちだよなったの。うん、後ろ側。
ああトイレだね。トイレって書いてる、うんうんうん。まあ夜だとちょっと雰囲気あるなってくらいかな。別に廃神社ではない。うん、あっち行ってみようか。うん、なんだろうな、さっきの音の方は特に何もないね。何もないし何も聞こえないっていうか。うん。なんかある。奥にもすごい大きな岩があるし、この脇にも。あ、本当だ。どれがどれなのか。これだ。これなのかな。これだね。あ、なんか備え物あるね。うん、間違いないこれだね。こっちなんだ。でもなんで下の岩もお供え物あったんだろうね。何か関係はありそうだ。うん、失礼します。うわあ。へえ。実際に体験した方の記事を見ると、大きな岩のあたりで犬数匹が吠えながら近づいてくるのを感じて慌てて走って逃げたらしいんだけど、振り返ると姿はなかった。たまたま犬の声じゃん。でこの時吠える声だけじゃなくて、砂を蹴る、うん、まあ足でこう走る音だよね、うんうん、それすら聞こえたらしいんだよ。まあ濃厚な理由としては、昔神主さんが可愛がってる犬がいて、神主さんが仕事か修行かで出かける時に犬に留守番の間神社を頼むぞって言って出て行ったみたい。でその神主さんが事故か病で戻ってこれなかった、要は亡くなったんだろう。だからその犬が今でも神社を守ろうとしてるんじゃないかっていう。さっきのところでちょっと聞こえたかなっていうくらいね。あれ以外聞こえてないもんね。うん、それもよくわかんないけど。うん、あの老婆の霊っていうのは何なんだろうね。神主さんの関係なのかな。うん、何事も守ろうとしてるのかな、ここもしかしたら。うん、そもそもビビリ神社ってなんでビビリ神社なんだ。なんかこう肝試しで度胸を試すみたいな。まあ記事にも書いてあったね、そういえば。うそうなんじゃないっていう。うん、じゃあ一回下に行くか。はい。まあさっきの由来がもしかしたら度胸試しなんじゃないかってことなんで、一人ずつ行ってみようか。うん、で一人ずつ行ってもらうんですけど、今日ねアナログカメラ、懐かしいね、インスタントカメラ。そうだね、こいつで撮っていこうと思います。うん、で、あとは、まあ、定点もあるんで、うん、定点も自分で設置しながら、あと手撮りで、2つのアングルでやっていこうと思います。はい、じゃあ、どっちから行く？左。行く？うん、ああ。じゃあ、ビビった方の負けっていうことで。はい。お願いします。はい、じゃあ、ちょっと三脚持てないってことなんで、荷物がいっぱいなんで、三脚だけ先に自分が行って置いてきます。はい、失礼します。どこに置くか。で、録画もしてあるから、うん、もうすでに。はい、では、失礼します。毎度言うんですけど、私、稲荷神様、うん、あんまり相性が良くないというか、無事に終えたいなと思います。お、こっからが見えるな。あそこのライトが今上まで行きましたね。このアングルで行こうかな。電気枠とかが難しい。見て開始しました。まずは、岩のところに行きたいと思います。この岩、どんな意味があるんだろうか。きっとでも何か理由がなければ、祀ることはないですよね。なんかちょっと頭痛がする。音とか。
気配に敏感になれるようにちょっとこのまま暗闇にしようと思います。暗い、そこの定点してるとこの光が見えるぐらいで、あとはもう真っ暗、何も映んない。何か聞こえたり気配があればいいなと思います。なんか急に気配があって、びっくりした。なんか急に左側に強い気配があったので、ちょっと思わず何も言わず電気つけちゃいました。なんもない。あーでもなんかすごい嫌な感じがする。左側なんかこの左側じゃなくて自分の左側がすごい嫌ですね今。なんだろう、動物の声が聞こえる。自分の感覚的にその私の左側の場所にいたんじゃなくて、なんか私自身のすぐそばにいたっていう感じ。場所じゃなくて私自身すごい近くにいたっていう感覚でしたね。なんだろう、何か存在を示そうとしてるのか。長いな、全然帰ってこないですね。不気味な感じはないですね。気配も消えて特に頭痛がひどくなってるっていう感じもないです。なんか見られてる感じはするんだけどな。結構強い気配でしたね。もうすぐ電気つけちゃってビビったんだろうって言われそうだけど、ビビってはないです。今そこに定点あるんですけど、ちょっとここの本殿の前のところでもう一回暗闇にしてみたいと思います。まあ定点用の明かりがあるので真っ暗ではないですね。また気配を感じるんでしょうか。結構風があるので風でこう葉っぱが上から落ちてきたり、葉っぱが土の上を転がる音がなんかこう歩く音みたいな感じに聞こえるのがちょっと不気味だなっていうくらいで、もう今暗くして10分くらいは経ちましたね。取れ高がなくてちょっと物足りない感じはあるんですけど、寝ましも待ってるのでちょっとこれで一旦カオリの検証は終わりです。の帰ってきたっぽいな。ビビった？大丈夫だった。この余裕の表情すごい。ビビっておもらしとかしてない？全然大丈夫です。カラッカラ。ああ、うん、じゃあ行きます。じゃあ待ってる間車でゲームして待ちたいと思います。あれカメラどういう状況になってんだあれ。うわ適当に置いてあるし、一応磁場検知器を使ってちょっと見ていきますね。
特別反応はないですね。ここの曰くをもう一回確認すると、老婆の霊が現れる、車に手形がつく、犬の幽霊が出ると、生首が飛んでいる、狐に化かされる、まあここ稲荷神社なんでね、ありえるのかな。じゃあ岩があった方に行ってみます。あの付近で頭痛がしたらしいので、まあ何かしらいるのかなと思います。あっちの岩の方行ってみますですね。じゃあここで写真を撮ってみます。今のところ自分的にはまだ何も感じないですね。大きい岩一周してみます。ここですね。一応ここでも撮っています。まあ、こっからの下の景色としてはこういう感じですね。さっきの大きい岩ので左側に見えるのが定点カメラですね。失礼します。ちなみにこの周辺も特に磁場がおかしい感じはないですね。はい、一通り撮ってきました。まあ映るんですに何が映ってるか、それが楽しみだなくらいで、まあ、特にビビらなかったですね。なんだろうな、自分には何も感じないっていうか、とりあえず香りが下で待ってるんで合流しようと思います。一応バシャバシャ撮ってきたわ。ああどうですか。いや大丈夫、ちびってない。えいやいやいやないよ。はい、はい、お互い多分ビビリじゃなかったっていうことで。そうですね。はい、ここは予約でしたということで、お疲れ様でした。